どうもこんにちは、立花俊介です。ではですね、この動画を通じて復縁の方法、やり方、それから恋愛の方法、テクニックなどをお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。そしてですね、今この画面を見てるあなた、今何で見てますか？テレビで見ている方はできればね、パソコンやスマホでもう一回見直してください。なぜならこの画面の下の概要欄ありますよね、動画説明文欄ってよく言いますけど、そこに素敵な無料の復縁のためのプレゼント、恋愛のためのプレゼントがたくさん並んでいます。これね、今の期間中無料ですから、どうぞ受け取ってください。まず一つ目は冷却期間がいらない、そして復縁を最速最短で成功させるための復縁攻略メルマガです。これ無料ですね。5ヶ月間ぐらいにわたりずっとステップアップ式で勉強と同じでね、攻略の方法、復縁までの攻略の方法がバーって無料で送られていきます。多種多様のことが書いてあります。例えば復縁のための LINE とかメールとか、それから復縁のための電話とか、それから自分をよく見せるため、それから相手にね、自分が変わったなって認めてもらうための SNS のやり方とか、いろいろ載ってます。これが今無料です。そして2つ目は立花事務局復縁係の公式 LINE ですね。公式 LINE、 こちらに登録するとさらにメルマガよりさらにワンランク上のいろんな復縁に関しての情報ですね、テクニックを中心とした情報です。これが無料で流れていったり、それからこの LINE を使ってうちの復縁係の講師陣に、プロですよ、全員プロの講師陣に無料で無制限でご相談ができると。復縁に行き詰まった時、悩んだ時、不安な時、焦った時、無料で講師陣にこの LINE を使って相談ができる、これもあります。それからこれはすっかり有名になりましたが、復縁の最上級のやり方、テクニック、つまり2ヶ月3ヶ月以内に復縁をするための、今からですよ、どんな方でも復縁をするための完全無料の復縁レッスンというのもプレゼントしています。これは LINE の復縁相談とかとは違い、もっと最速最短で復縁するための、そして今悪い状況の人でもそれをクリア解決するためのワンランク上の、全てにおいてワンランク上の復縁相談になってます。これを差別化して復縁レッスンと呼んでます。これ完全無料です。はい、他にもいろいろありますから、どうぞ受け取ってください。では本題を始めていきます。復縁活動を行っていると焦りや不安、それから悲しみ、それから重圧に耐えきれなくなります。そうすると自分の感情がコントロールできなくなりますよね。そうすると自分を客観視したり冷静に見れなくなって、まあパニックになる人もいれば、悲しみに打ちひしがれてご飯も喉は通らない、それから普通の生活さえもできないっていう方もいらっしゃるし、多くの方はやっぱり冷静になれなくて相手を追ってしまって、相手に追撃の LINE とかね、追撃の電話をしてしまって、もっと相手に遠ざかれる、それから警戒心を高められるっていう方が多いと思います。そうするとこれ復縁の失敗、あなたがどんなに泣いてもわめいても復縁の失敗につながっていくわけですよね。であれば自分がいつも客観的に強い自分でいられるために、冷静でいられるために、復縁を計画的に効率的に進めるために、自分の感情をコントロールできるようになった方がいいですよね。この動画を見てるあなたもできればね、自分の感情をコントロールして悲しみや苦しみから逃れたい、そう思ってるはずです。ではあなたにもできるその方法ね、魔法のような自分の感情をコントロールできる簡単な方法をお話ししていきます。先ほども言ったように、焦りやイライラ、悲しみを自分で抑え込もうとしてもなかなか抑え込めません。無理に抑え込むと逆効果になってしまい、自分がもっともっと冷静でいられなくなります。ね、やはり復縁活動をしていると自分の感情をコントロールしたくて、自分にね、落ち着いてって自分でね言い聞かせた人も何千人何万人っていらっしゃると思います。だけどそういう時に限ってなかなか自分が落ち着けないもんです。ですが先ほども言ったように、この動画を見てるあなたは実践的に自分の感情を簡単にコントロールすることが可能になります。ではどうやったら自分の感情をコントロールできるのか、簡単です。一言で言うと、一度フィードバックをする、一回ね振り返る、そして自分を客観的に見ることです。
例えば LINE を送る前とかね、文章を作った後1日置いて客観的に自分史をしてみると、これね、夜って有名な心理ですけど感情が高ぶるって言われますよね。だから例えばそうですね、夜書いた手紙をね朝読んでみるととても恥ずかしいとかありますよね。このように一回 LINE を作ってその場で送りたい気持ちは分かりますが、一日待ってみる、次の朝読んでみるっていうことも大切です。失敗するくらいだったらこっちの方がいいですよね。もっと分かりやすく言うと、第三者の目線で自分を見てみるということです。これはどういうことかというと、頭に血が上ってきた、悲しくなってきた、焦ってきた、イライラしてきた、こういう心が湧いた時に一回ね、自分を自分で見てみるんです。第三者目線で見てみるということです。簡単に言うと、自分を自分で観察してみましょうということなんですね。外からの目線で自分を観察をする、これを何度も行うとどんな人でも気持ちが落ち着いてきます。いいですか。そして気持ちの落ち着いた先には自分の感情をコントロールできるようになります。ちなみに私は意外と不安症なので、自分でも感情をコントロールするためにこの方法をやっています。あとは鏡を見るというのもおすすめです。これね、バカにしないでちょっと最後まで聞いてほしいんですけど、何か変な気持ちが湧いた時に鏡で自分を見てみましょう。そうすると努力することなく自分が観察できます。客観的に観察ができるんです。よくテレフォンオペレーター、こういう方いらっしゃいますよね。こういうご職業の方、こういう方でやっぱり矢津屋さんとか、例えばそうですね、ドモーニクルさんとか、笑顔でね答えなきゃいけない、声だけですよね電話って。でも笑顔によって声のトーンって違うし、声の通り伝わりが違うということで、笑顔でね電話受け取るということをしてるみたいですけど、このために左前かな、自分のデスクの右前か分かりませんけど鏡を置いている、そして自分の顔を見ながら電話をしているっていうのは有名ですよね。こうやって鏡を見ることで自分のネガティブな感情を少しでもコントロールを努力せずにできるようになります。鏡を見る、それから第三者目線で自分を観察する、このような行動を重ねていくと本当に日々自分の感情がコントロールできることが分かってきます。何事もそのままにしておかず、あなたが本当に復元をしたいなら前進です。実践あるのみです。全ての物事をバカにせずに実践してみてください。私はプロです。今まで成果、効果があったことだけを言っています。じっとそこで黙っていてもどうしようもありません。結果は生まれてきません。人間には歩むという言葉が存在します。素敵な言葉ですよね。何でもいいので行動すれば、そこから一つ一つ前へ進み、一つ一つ小さな成功を積み重ねていけるのです。まずは一歩ずつの前進が大切です。そして最後に大切なこと、今日も明日も明後日もその次の日も自分を信じてください。では今日はですね、最短期間で復縁をするということを目標にして、自分の感情を自由自在にコントロールするための誰にでもできる簡単な方法をお伝えしました。はい、では先ほども前説で言ったように、概要欄にたくさんね、あなたのが復縁するためのプレゼントが並んでます。3つも4つもプレゼントしているのはうちだけです。どうぞ今の期間に受け取ってください。橘俊介でした。本日はありがとうございました。